新選組の。行った。待ってください。今日はついてない。もう引っ込んどるやこれ。わしら近藤出せ言うとるんじゃ。斉藤君、さっさと入れ。おお待て、わしらも仲いらんかい。局長は多忙につき不在、先ほどからそう申し上げとる。なめとんのかボケ。わしらは京都見回り組や。浪人風情が誰に向かって口聞いとるんじゃ。佐々木さん、キャンキャン泣いてないで、あんたらも手軽が欲しけりゃ自分たちで汗かけや。寝ぼけんなよこら。池田屋でカツラ取り逃がしたんが手柄か。その責任はどないする言うとるんや。京都見回り組、まだ粘っとるらしいな。見回り組、門の前で騒いとった連中へ、知らんのか。
あいつらは要するに家柄のいい新選組。新選組は浪人の寄せ集めやが、京都見回り組は劣気とした幕府の家臣で組織されとる。せやから連中、新選組にだけは負けたないんや。意地の張り合いか。大声出してたんが、見回り組の佐々木忠三郎いう男や。大口叩くだけやって腕は立つ。あんたから見てもか。ああ、あいつは相当なもんや。お前も気をつけといた方がいい。佐々木忠三郎か。それはそうと、池田屋の傷はもういいのか。お前がおらんかったら、あの吉田なんちゃらにやられとったかもしれん。これでも感謝しとる。礼を言うのは俺の方だ、長倉。ああ、カツラの剣、恩に切る。そないに気使わんで。本音を言えば、身内で殺し合いするんはこりごりなんや。それはいつだったかあんたが言っていた芹沢鴨のことか。ああ。何があったんだ。なぜ局長だった芹沢が身内に殺されるようなことになった。あれは俺らがまだ新選組と名乗る前、京都に来たばかりで身振るおし組を名乗っていた頃のことや。その頃はまだ俺ら天然理心流の7人と鴨さんの一派3人を合わせた10人だけの小さい所帯だった。芹沢の一派っていうのは、鴨さんの水戸脱藩以来の同志やった平間重介、平山五郎と。鴨さんを合わせた3人のことで、その3人が俺ら天然理心流の門と身風呂押組の主導権を争った。鴨さんは凄まじく剣の腕が立ち、額もある立派な剣士やった。せやからまず近藤さんは鴨さんを自分と同格の局長に取り立て、組織をまとめようとしたんや。土方さんの反対を押し切ってな。それじゃあ土方が芹沢を殺したってことか。さあ、誰が直接鴨さんに手を下したかは知らんね。近藤藩かもしれへんし、土方藩かもしれへん。いや、それを知る必要はないということや。知る必要がない。お前も新選組で一日でも長く生きたいんやったら覚えとけ。鴨を語るべからず、新選組の暗黙の掟。長倉、あんたみたいな男がなんで新選組に居続けるんだ。俺がここにおるのは近藤局長への恩義。あの人がおらんかったら今の俺はない。昔俺が間違えて人を殺めてしまった時、局長は俺のことを守ってくれた。それから俺は近藤局長の夢のために仕事ができればそれでいい。それだけ。あんたにそこまで言わせるのか、近藤って男は。お前も一度会えばわかる、近藤勇という人間の器の大きさがな。一度会ってみたいもんだな。豚所にも一応近藤さんの部屋があるんやで。局長の部屋？どこのことだ。豚所の一番奥の前。せやけど行っても誰もおらんやろうけどな。銃を持った相手にはどう切りかかる。文句あんのかしら。
ったな。食ったな。食ったな。だなあ。
食ったな。
それじゃああの近藤勇が土佐まで来て親さんを殺したってのか。何をしてるんだ。いや何でもない。おお、局長の部屋に入ろうとしてたんじゃないのか。無駄だな、局長は多忙につき不在だ。それじゃあ俺が局長に会うにはどうすりゃいいんだ。向こうから会いに来るのを待つしかない。なんなら他の者にも聞いてみろ、みんなそう答える。何か用か。一度局長に会ってみたいと思ってな。隊長になったというのに挨拶すらできていない。会ってどうする。別にどうこうするって話じゃない。近藤さんは多忙なお方だ。まあいずれ会える日も来るだろう。もうしばらく機会を待つんだな。いつまで待てばいいんだ。ずいぶん近藤さんに興味があるようだな。それが何か問題あるのか。大ありだ。あの方と気安く会えると考えられては困る。局長は新選組の主君と思え。君も新選組に入った以上はな。分かったらもう行け。おお、始めちゃい。